はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回なんですが、ガチャガチャですね。はい、こちらの方ご紹介します。はい、UG ですね。アルティメットグレード、これは違うこれ今ね、プレミアムバンダイで予約受付中の、UG、はい、こちらの身勝手の極意兆しですね。こちら、プレミアムバンダイのみの期間限定予約っていうことでね、大迫力のエフェクト、発光ギミック、内蔵台座がついているということですね。はい、いや、なかなかいいですよこれ。しかもね、頭部もね、身勝手の極意の、極みの方にね、交換もできるっていう優れもの。はい、こちらが大体3000いくらでしたね、という案内の紙ですね。はい、ということで、今回はまあそれにちなんでね、アルティメットグレードUGご紹介していきたいと思います。今回ね、あ、こっちが大事だな間違えたわ、ドラゴンボール10、はい、こちらの頭部と、こちらの、頭部が、交換できるっていうだけですね。はい、こちらの方ですね、ラインナップ、こちら、身勝手の極意の悟空で、ベジータ進化の方ですね。はい、でスーパーサイジベジータ、はい、特徴のあるね、ポーズです。で、セル完全体、はい、セルは初ですね、UG。 はい、このラインナップ4つですね。はい、こちらをね、私、例のごとくまた買いました。はい、コンプしてるのを、買いましたんでね、普通に、全種類あります。はい、よし、4種類。はい、ということでね、こちらを、開封してね、組み立てて一体一体見ていきましょう。はい、組み立て終わりました。ではね、早速見ていきたいと思います。そうですね、じゃあ最初はまあセルからいこうかな。はい、セル、いや、これね、いや、いいね。UG はやっぱ出来がいい。うん。造形力もいいしね、何よりね、あの、HG と違ってね、塗装のはみ出しとかムラがね、ほぼないんですよ。うん。いや、これはいいね。いや、UG シリーズはいいわ。安定してる。うん、いいアドバイス。しかもこのセールもね、いいね。かっこいい。エフェクトもクリアパーツです。はい。いや、いいわ。で、次は、ベジータスーパーサイヤ人バージョン。はい、はい、いや、これもすごいね、かなりよくできてる。この不敵な笑み、この口角の上がり方とかすっごい特徴的。感の浮き出てるのも再現されてるしね。俺がベジータだ。じゃあ。いや、すっげえこのマッチョ筋肉っぷり。うん。すげえ引き締まったケツ。すごいね。でね、これ何よりね、頭部のこのね、毛先がね、もう尖ってて痛いんですよ、マジで。チク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 刺さるんですよね。うん、いや、これはいい。
本当ね、塗装のね、本当ムラがないね、本当安定してる。はい、スーパーベジータ。はい。で、その、スーパーサイジンゴッドスーパーサイジンの進化した、ベジータ、こちら。はい。いや、かっけえこれ。もうね、瞳の色がね、進化した時のね、瞳の色になってますね。青い縁取りに黒い瞳。いや、すっげえ。まあ、ほぼね、こちらの、使い回しなんですけれどもね、まあ、デパーツを変えたぐらいですね。うん、あとはもう塗装で、変えてるっていうぐらいですけれども、まあ、頭部はね、こちらは普通に塗装されてますが、こちらはちょっとクリアパーツ使ってますね。うん、クリアになってます。いや、すごい。あとね、このね、スーツの色もね、違いますね。濃い青になってる。いや、このベジータかっこいいな。うわ、すっげえ。いや、かっこいいわこれ。はい、ベジータ進化、いいね。はい、で最後に、身勝手の極意、悟空。はい、こちら。はい、いや、かっこいいね、身勝手の極意の悟空。いや、かっこいい。いや、これもよくできてるね。いや、この躍動感もあってすごいよくできてる。いや、かっこいいこれ。いや、すっげえ。このほんとね、塗装のムラがね、ほとんどないんですよね。これはやっぱ素晴らしい。いやー、すごい。ちゃんと筋肉の造形もちゃんとしっかりしてますしね。うん、もう毛先までね、抜かりはないですね。いや、かっけえこの僕。はい、いや、これはね、ほんといいですよ、やっぱ UG シリーズは。いや、これをね、見るとね、ほんとね、これをほんと欲しくなっちゃいますね。台座が光るしね、うん、頭部パーツもね、こちらに付け替えることができるんでね、ほんと楽しみ。まあ、頭部じゃなくて、上半身も変えられるのかな。うん。なので、余計楽しみですね。はい。はい。という感じですね。はい。ではね、今回はこれにて終わりたいと思います。まあ、最後はね、回転台座に乗せて、お別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。